ルーシャンの網焼きルーシャンは、中華人民共和国雲南省代理ペイ族自治州に、住むペイ族が作る伝統的なカッテージチーズ。代理市などでも販売されるが、製造は、原権の東川賃を中心とした、ごく狭い地域でのみ行われる。ペイ語では、イエンクスセインプという、牛、または、ヤギ、ヤクなどの乳を原料とし、パパイヤやホウズキ、イバなどに由来する。 酸液を用いて凝固させる。ルービンと同様、3 0 0トルほどの酸液を鉄鍋に入れて45五摂シ五50度に温め、同量の原料乳を加えて、希釈でゆっくり攪拌する。数秒で凝固が始まるので、二本の竹橋で個体を取り出し、もう一本の竹橋に巻きつけながら伸ばしていく。この状態で伸ばさずに水分を抜き、 原料の段階で食塩を加えているとルービンになる。さらに薄く、竹ざおに、螺旋状に巻き付けて乾燥させ、板状になったものが、ルーシャンである。晴天であれば、乾燥は半日ほどで終了し、厚さ2ミリメートル、幅4から5センチメートル、長さ30センチメートルほどの形にされる。5キログラムの原料入から、 その10分の1に当たる0 5ラムのルーシャンが得られ、良品は光沢のある紅白色を有し、曲げても折れない柔軟性がある。トーチや芝麻ビ塩を塗って、焼いたり、炙って、油で揚げる、砂糖入りの牛乳で煮る、など様々な調理方法がある。また、蒸して四角に切りそら豆や小豆の餡を包んだり、ハムや野菜を挟んで、サンドイッチのようにすることもある。 ペイ族の三、道茶と呼ばれるもてなし用の茶のうち、二番目に出す甘い茶に入れたりする。ありがとうございます。